月曜メンバープレゼン大会。はい、こんにちは。私は司会進行をさせていただきます、アイエスフィールド所属の安田奈穂です。はい、同じくアイエスフィールド所属の柳井壮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、始まりましたね、安田さん。始まりましたよ、ついに。私たちはアイスフィールド所属で、普段は月曜日にレッスンを行っているメンバーになります。これからこのメンバーで様々な企画を芝居を配信していきますので、ぜひ楽しんでください。気合入ってますね、今日のこのリボンいいですよ、安田さん、頑張っていきましょうさあ、今日記念すべき第1回目、何やるんですか？はい、今回はプレゼン大会ですね。優勝者には何が？優勝者には実はプレゼントを用意しております。おじゃん、こちらを優勝した方にはプレゼントしますので、気張って気張って頑張って頑張って。では早速1人目に参りましょうか。行っちゃいましょう。では家はじめさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、始まりました、明恵はじめの第1弾ですね。僕アニメはすごい好きなんで、はい、アニメ付きが講じて説明をさせていただきたいと思います。もうこれもう出ちゃってるんですけど、昨今、まあ、有名ですよね、鬼滅の刃有名ですよね、はい、あとなんか有名なアニメとかってなんかあります？最近のアニメ、最近の、最近はあれだ、ジェンソンですね。あ、そう、ジェンソン。確かに面白い、確かに面白いと思います。でもこれ日本はアニメ大国って言われてる、本当に面白いアニメ、腐るほどある。せっかくみんなアニメ好きなんやったら、アニメ好きになったんやったら、きっかけは鬼滅の刃なんだとしても知ってほしい、こんな面白いアニメがあるって。鬼滅サイコパス、こちら2012年から2013年に放送されたアニメです。これ、かの有名な元木さんが総監督、まあ、ご存知ですね、踊る大捜査線。ああ、はいはいはい、踊る大捜査線の監督がアニメが好きで、はい、アニメをこう好きなんでずっと考えた、アニメ作りてえな、アニメ作りてえなって、元木さんが作りてえなって考えた結果、仲間を集めます。監督塩谷、原案ロブチさん、このロブチさんは知ってるかな、マドマギっていうアニメを作ったり、仮面ライダーでいうとガンを作ったり。で、このキャラクター原案、これも一番大事です、アニメで。このキャラクター原案は、天野さん。これ、リボーンってアニメわかります？リボーンわかります？ジャンプで昔やってて。かわいい顔のやつ。あれの、さ、原案です。こういうレジェンドチームを集めて、満を持して作った作品なんですよ。これだけでちょっと興味あるでしょ？はい、ちょっと。面白そうでしょ？じゃあ、これはどういう世界なの？世界観どういう世界なのってなると思うんですけど、まず、大まかに言うと警察の話です。厚生省公安局刑事課医務係っていうのが主役だし、この字難しいですけど、大神信義、執行官、常森茜というんですけど、これ監視官、これ義野田信一官、これも監視官、まあ、後にも他にもチームがいて、でこの局長、この下にもめちゃめちゃ重要になってくるけど、局長は女性なんですけど、名前が加瀬上州、かっこいいでしょ、4名です、まず4名で、この世界観にあるこの根底、これシュビアシステムって言うんですけど、サイマティックスキャンによって一人一人の精神状態を分析、数値化、それに基づいて適正思考能力に合わせた職業選択、欲求実現の手段などの提示、簡単に言うと仕事を選ばなくていい、学校を卒業したらメール来るんですよ、自分で。あなたにやってる仕事はこれです、何個か選択肢、優秀であればあるほど選択肢が広いし、優秀でなければないほど選択肢が狭いから、やれる仕事が限られるけど、もう決められてます。でも悩む必要がない、仕事にいいですね、と思うでしょ。あ、いいですね。でももし自分が落ちぶれてたら、やれる仕事ってやりたくないのに、もうこの仕事しかできない、この仕事したくないけどこの仕事できないっていう世界観で、このシュビラシステムのもう一個大事なところ、これがこの題名につながるんですけど、
サイコパスって言ったら何を連想します？やばい人。ああ、なるほどね。殺人。うん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 。狂気。まあ犯罪者予備軍。うん、そう。でも僕たちが今ここに行ってる世界って犯罪を犯したら捕まる。ところがこの世界はなんとカメラでもめちゃめちゃカメラあるんですよ。2112年の近未来、この数値がサイコパスの数値が100超えると捕まります。収監されます、逮捕されます。勝手にそのままセラピー受けさせられるために刑務所に出る。出れない、外に。だからみたいな時にちょっと思うじゃないですか。じゃあ警報があって警察来ます。そう、そのまま連れていかれるんですよ。何もしてないのに、何も罪を犯していないのに捕まるんですよ。だから最近あるじゃん、その事件とか刃物持ってどないの、あんなことありえないんですよ。刃物持った瞬間に捕まるんですよ。その思考があるだけで逮捕されるんで、そういうもう犯罪者を最初からいなくしようっていう世界のシステム、このシミュラシステム、これを見ていくとこのシミュラシステムの謎とか奥深さがあるけど、それに出したらキリないから今回は割愛させていただきます、はい。でこの警察とこの犯罪者、だからまあ警察の仕事楽そうと思うけど、やっぱねそういう世界でも犯罪は絶えないんですよ。そこで出てくるのが謎の男マキシマ。まあ、この世界が始まって、アニメが始まった瞬間に、まあ、事件がちょっと多発するんですよ。で、こいつらはそれを、まあ、当たり前ですけど、警察なんで、捕まえに行くじゃないですか。この監視官っていうのは、エリートのエリート。このもう数値もめちゃめちゃ安定してるエリート。この執行官って何なの？執行官は、数値100超えてます。言ったら、犯罪者。そうだね。そう。でも、普段は外出れないけど、出動はさせてもらえる。だから条件って言われてるのは、はい、こいつらの犬っていうこと、はいはい、この監視官が犯罪者にこう接したら引っ張られるじゃないですか、人って相手に、うん、仕込み。だから役者やっててなるべく犯罪者の気持ちになろうと思ったらちょっと心すさむでしょ、うん、そうならないようにこいつらが盾にいる。でこいつらは指示をする、指示して犯罪者を逮捕させる。だからこの執行官は犯罪者やけど一応行けるんです、その外に仕事だけね、それ以外行ける。でこのこいつらが事件を解決していく中で、はい、なんかね不穏な、なんでこんな事件続くんやみたいになるんですよ、はい、どうやら鍵に巻き締まっていない、なんか得体の知れへんやつがおるじゃん、はい、犯罪者がやつってる。そう、はい、そう、だからこの巻き島っていうやつを追いかけていく中で知恵比べやったり人間のこの心の奥深さ、犯罪を犯すまでの傾向だったり犯した後の傾向、あと最後にこれだけはちょっと言いたいんですけど、これドミネーターって、はい、中二病心をくすぐる拳銃を使ってるんですよ、こいつら。まず男のロマンってね、変形、はいはい、変形するんですこの拳銃。そう、相手に向けてこうやったら、はい、相手の犯罪係数を測定して、はい、でそれに合わせて、変形します。これ100から299の間やったらパラライザーって言って麻痺で解除できる。このここやったらまだこのセラピーでなんとかなると思われてるレベル、はい、これでも300超えると内側から膨張して破裂します。いや相手を打ったら内側から膨張して破裂します。でこれなんか AI の時代なんで人間以外でやばいやつ判定したらデコンポーザーって分子まで分解します。それぐらいもうこの画期的な拳銃、携帯型心理診断鎮圧執行システムドミネーター、このドミネーターというものを使って死刑がその場で決まるわけ。そう、死刑なんです。この拳銃が執行するからこのシステムが完全無欠じゃないとおかしいことになってくるっていう、いろんな謎を抱えたけど果たしてこの世界は正しいのか。でこれ日本だけなんです、この世界観、このシステムを採用してるのは日本だけなんです、この2112年。その中で皆さんはどっちが正しいのか、こっちが正しいのか、こっちもなんかちょっと言ってること間違ってないんちゃう、そんな蔑まれた
人生を生きてきたら自分たちだってサイコパスになんか超えるんじゃないかっていう話をぜひ見ていただきたい。それでは私の先生は以上です。ありがとうございました。の谷ひとみです。今日は、はい、まあ、好きな作品を紹介するということで、うん、ザ・バニシング消失という映画を今日は紹介したいと思います。この映画は1988年にジョルズ・シュルイッツァー監督によって作られた、これも最初サスペンス映画です。サイコパスってさっきも言ったように、はい、なんか犯罪者の、うん、印象が強いじゃないですか、うんうん、そうですね。私はなんかちょっと一線を超えた人だから、自分とはちょっと違うっていう、リアルじゃない、うん、ちょっと映画っぽいですもん、実際にしないに思ってるんですけど、これを裏切られる作品でした。でサイコパスって結構身近にいるのかなとか、で私ってサイコパスなのかなみたいな感じの映画でした。物語は、オランダ人の夫婦、夫のレックスと妻のサスキア、この二人がフランスに旅行するシーンから始まります。映画って結構早めの時点で事件が起きてるんですけど、全然事件が起きなくて、フランスについて先に犯人が出てくるんですよね。レイモンって言うんですけど、この作品はその犯人が誰かっていうことじゃなくて、犯人を先に見せられるんですけど、この犯人を見てるのは私たちとサスキアだけなんですよね。なるほどね。つまりレックスは何も見てないんですよ。だからレックスはこのレイモンっていうのが犯人っていうことを知らなくて、観客しか見てないから、レックスがコーヒーを飲むシーンでレーモンがちゃっかり後ろに映ってたら、もう犯人を知ってる私たちがなるほどザワザワするんですよ。はいはいはい。レックスだけ気づいてない、うんうんうん、監督がサイコパスかなって思ったぐらい本当に気持ち悪い演出をしてくれるんですよね。ここがめちゃくちゃ面白い。あとこのレーモンの人間性を結構見せてくれるんですけど、めちゃくちゃ普通なんですよ。職業も大学の先生で、家族思いで、うん、いい人なんですよね。めちゃくちゃいい人。だから、なんか、なんで犯罪を犯すのか。ここが、この映画の重要なところです。あと、サスキアが一体どうなったのか。この謎を解かなきゃいけないんですよね。でも3年後にレイモンが自らレックス会いに行くんですよ、うん、私が犯人だってめっちゃ話してる、3年間ずっと探し続けてサスキアを、サスキア殺されるってこと、それは分かんないんですよ。あ、それも分かんない、ずっと分かんないままずっと探してるんですよ、サスキアをレックスの最後ですよな。3年間が自らレックス会いに行くんですよ、で私が犯人だと、その犯人がレックスにそのこの真実を知りたかったら、うん、俺の前で睡眠薬を飲んで俺についてこいって言うんですよね、はいはい、まあ、普通の人だったら、はい、レックスやめとけって思うじゃないですか、はい、殺されるだけじゃないかって思うじゃないですか、うん、でも、まあ、中盤で観客とレイモンがほぼ一緒の謎に謎そう、心理状態になってるから観客も飲めって思うんですよね、だんだん、この真理は、この真相を暴かないとこっちも分かんないから、だんだんこのレイモンの心情に近づいてきて、レックスにも悪いけど飲めって思ってくるんですよ。自分が一番サイコパスだなっていう。あ、それが最初の自分ってサイコパスなのか何につながるの、なるほどね。
これはぜひ皆さんの目で、サイコパスの気持ちになって見てもらいたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。最後は柳井聡太さんです。柳井聡太です。よろしくお願いします。さあ最後ということで、はい、まずは秋江さん、大地さん、素晴らしい内容でした。ありがとうございます。よかった、すごいよかった。ただ今から私が最後ちょっとプレゼンをさせていただこうと思っています。やっぱりなんていうんですかね、最後って結構重要ですよね。そう思いません？やっぱりほら、映画とかドラマでも最後がこう良くないとなんか全体的なレベルもちょっと下がったみたいな。やっぱりこうスポーツなんかもそうですよね。やっぱりリレーの選手一番最後速い人がバーッと抜くから盛り上がって最後が良くなる。そうですよね。恋愛なんかもそうじゃないですか。やっぱぐちゃぐちゃって恋人と終わっちゃうから綺麗に終わる。いい思い出に、皆さんもいい思い出にしてくださいね。ここまで言うことなんですよ、はい、こいつ意外といいのやるんじゃないかね、誰も知らないのやるんじゃないか、今そう思ってんじゃないですか、視聴者の皆さんは。もしくはこいつ何にも考えてねえんじゃないか、本当はこのまま乗り切ってほしいんじゃないか。こいつ何も考えてないんじゃん。そう思ってる方いらっしゃったら手を挙げてください。はい、お手上がりますね。そんなわけないじゃないですか。大事なプレゼン、今日初めてやる YouTube、 いろんな大人たちが見てくれて、いろんな人が協力してくれた。そこでこいつなんていうのマジか、このまま気持ち悪くしてるのか、こいつそう思ってる人手上げてください。もういいよ、ちょっと手上げてください。もういい、もういい、もう問題もういいですよね。もうやめましょう、遊びはさ。もう遊びは終わりです。私、ちゃんと考えてきます。今日、皆さんが、もうこのプレゼン終わった後に、終わった瞬間に携帯で見たくなる。そして、しかも、絶対に誰も知らないです。絶対に誰も見たことない。だけど、興味がある、見たくなる作品、用意します。それがこちら。いいですか？いいですか？こちら、ご覧の、どうですか？知ってる方いらっしゃいますか？知ってる方いらっしゃったら、手を挙げてください。手を挙げてください。もちろん皆さん、分かってますよ。皆さんがこれ知ってるの、冗談です。冗談に決まってるじゃないですか。ただ皆さん、ドラえもんは知ってるけど、道具、ドラえもんの中に出てくる道具、全部見ますか？全部見えますか？全部見える人、手を挙げてください。全部見える人いないですよね。やっぱここは考えですね。今日、僕が紹介するドラえもんの道具一つ、たった一つ、皆さんが絶対に知らないであろう。そして、これを聞いたら、すぐにまた携帯で探したくなるであろう作品、一つ用意してますよ。ズバリこちら。ドラえもん知ってますか？知ってますか皆さん？知ってる方いらっしゃいます？いらっしゃったら、あ、いや、いますね。知ってるからもう説明はいらないですね。もういらないですね、説明は。へぇ、タイムパラドックス。聞いたことありますか？言葉、タイムパラドックス。まあ簡単に言うと、例えばここに今このペン、実際に存在しますね、マジックですね。僕が例えば、まあドラえもんじゃないですけど、タイムマシン乗って3年前に戻りました。そしたら3年前にも同じようにこのペンがありますね。それを燃やして捨てたら、その3年前の世界ではこのペンはないですが、ここでは、この現実世界では存在する。こういう、まあ簡単に言うと、こういう過去と未来、矛盾が起きる現象。ある日、のび太くんはいつものようにジャイアンにいじめられて家に帰ってきます。ドラえもん、またジャイアンにいじめられたよ。
なんか助けてよ、ね、ドラえもん。うんともすんと言いません、ドラえもんが。電池切れですね。電池切れが起きたんです。のび太くん焦ります。ドラミちゃん呼びます。ドラミちゃんに何とかしてよ。方法が一つあるよ。電池を交換すればいい。電池切れなんだ。ただ一つ問題が。今までののび太さんとの記憶、全部なくなっちゃう。困りますよね。のび太くん言います。ドラえもんを作った開発者、本人呼んできてよ。そしたら、記憶そのままで直してくれるでしょ。思いますよね。実は、ドラミちゃんもドラえもんも、自分が誰に作られたのか知らないんです。なるほど。自分がどんなロボットだったか、そして誰に作られたのか、実は、明かされたことがないんですね。選択肢は二つです。二つ。たった二つ。まあ、記憶がなくなってしまいますけど、電池交換して、一からドラえもんとの思い出を築いていくか、もしくは、日本の未来が、技術が発展して、ドラえもんを直せる人を待つか。のび太くんは考えるんですね。楽しかった思い出も、喧嘩した思い出も、いろいろ思いが蘇ってますね。迷います。そしてある一つの決断をします。時は流れて何十年も、ある一人のロボット科学者がテレビで紹介されます。それが誰なのか、そしてなぜドラえもんとドラミちゃんを作った人物が謎なのか、ちょっと見たくなったんじゃないですか、うん、こちらはドラえもんのあの公式ではないファンの人たちが実際にこう考えて作った作品なんですね。ぜひドラえもんタイムパラドックスと検索して見てください。ドラえもんの作者が作ったわけじゃないけど、ファンの人たちが作ったもの、その面白い、そうです、話があるっていう、そうです、ぜひ皆さんも見てください。めちゃくちゃ愛、めちゃくちゃ愛、あーね、わかる、見たくなった人は手を挙げてください。はい、今日はこれで終わります。ありがとうございました。はい、それでは結果発表。はい、あ、楽しかったですね。ね、すごく面白かったです。はい、めちゃくちゃ見たくなりました。うん。うん、さあ、早速発表しましょうか。そうですね、はい、早速では優勝者を。もう決まってんですね。はい、もちろん決まってます。スタッフの皆さんに投票していただいて、あ、これは、はい、ありがとうございます。あなたがございます。これは何で優勝商品が誰の手に分かるのか。はい、お願いします。では、参ります。流行る第1回月曜メンバープレゼン大会優勝者は、谷ひとみさんです。やったということで、こうやってこれからもいろんな企画をやっていきますので、今回の動画が面白かったな、興味が湧いたなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします、はい、では次回もまた頑張っていきますので、はいはい、それじゃあまたバイバイ。バイバイ。Checking out the scene. Wasn't trying to get my number.